にちは。浅野健吾と言います。都立高校で国語科の教師をしています。41歳、独身です。今日は皆さんに僕がこの夏経験した出来事についてお話ししたいと思います。始まりは6月、教育実習生がやってくることになりました。藤原大地、21歳。僕は国語科の主任なので彼の担当ということになり、翌週から始まる実習の前に校長、副校長と打ち合わせをしました。時間は午後、校長室です。では藤原さん、これからは藤原先生と呼ばせてもらいますね。来週からの実習よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。必要な書類の提出はもう済んでますか？副校長先生に先ほどいただきました。いろいろと厳しいこと言わなくちゃいけないこともあるかもしれないけど、みんな経験があるから教育実習先輩だと思って何でも言ってください。はい、緊張してる？ええ、まあリラックスリラックス。うちは進学校だけど校風は自由でね、こう言っちゃなんだけど楽しんでもらえる卒業生だったね。しけしけ。どう、久しぶりの母校は？懐かしいです。西校舎工事中なんですね。5年計画で全部建て替え、耐震工事したばっかりなの。そりゃもったいない。当時の先生方まだ誰かいたかしら？養護の池内先生が。あ、会っていく？まあ来週でもいいでしょう。これから2週間毎日会うわけですし。そうね。それじゃあ来週からよろしくお願いします。浅野先生も実習生担当2年連続で申し訳ないけど。いえ、僕も自分のことを振り返るいい機会になるんで歓迎です。よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。お先に失礼します。真面目そうないい青年ですね。それにハンサム。女子がほっとかないな。ブラスバンド部の OB だってるから、あ、それ先生そちらもお願いできますか？いいですよ、みんな喜ぶでしょう。ではこれでお疲れ様でした。お疲れ様でした。すみません、どうしました？あの、相談したいことがあるんですよ。何ですか？生徒たちに話しておきたいことがあるんです。自己紹介の時。話すって何？あの、僕ゲイなんです。それでそのことを言っておきたいなと思って。ゲイって同性愛者のことです。いや、それは分かってますけど。ちょっと待って、そんなこと聞いてない。言ってないんで。それに大学の LGBT のサークルでも活動しています。書類にも何も書いてなかったじゃないか。すいません、どう書いていいか分からなくて。それにもし書いて跳ねられたら嫌だなと思って。どういうことだ？一定どうしたいってわけじゃないんです。ただ生徒たちに伝えておきたいなと思って、来週の全校集会で挨拶するときにさらっと簡単に。さらっと簡単に？そんなこと認められるわけないでしょ。やめてください。先ほど自由な僕だっておっしゃったじゃないですか。僕もそう思うんです。だから、まあ、そうね、まあ挨拶で話すくらいならいいんじゃないかな。別に悪いことしてるわけじゃないんだし。校長、浅野先生はどうです？僕ですか？ええ、担当教諭として。実習に問題がなければ僕は別に。ダメですよ、どんな問題が起こるかわからないじゃないですか。そんなに大変なことかしら。生徒たちは混乱するに決まってる。言わなくてもいいことをわざわざ言う必要はないでしょ。でも言っておきたいんです。そんな勝手な、ダメです。お願いします。あの、それは藤原さんにとって重要なことなんですか？はい、とっても。それならいいんじゃないですか、言ってもらっても。生徒たちもいろいろなことを考えるいい機会で。ありがとうございます。ダメですよ、絶対に。浅野先生がそう言ったからって何なんです？校長、これは学校全体の問題ですよ。野崎先生。校長。野崎先生。校長。わかりました。じゃあこの問題については今日の職員会議で話し合いましょう。学校全体で共有する。それなら問題ないですね、副校長先生。そういうことなら藤原先生もお付き合いいただけます？はい。そんなの話し合って決めることなんでしょうかね。でもとりあえずという感じで急遽彼のカミングアウトの是非について職員会議で話し合うことになりました。大丈夫？すみません、ご面倒をかけして。いいって、いいって。そういうわけで藤原先生は自分がゲイだ
きにしていただいていいと思っています。生徒が動揺するという意見もありますが、我が校の生徒を信頼すべきだと私は思います。皆さんのご意見をお聞かせください。別にいいんじゃないですか。問題ないと思いますよ。ただ言うだけですよね。自分は LGBT 男性だって。LGBT というのはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を取ったものなので、LGBT 男性という言い方はおかしいです。あえて言うなら、ゲイ男性ということになります。へえ、そうなんだ。いいんじゃない？いい加減だな、水谷さんは。いいですか？教師である我々だって、これくらいしか分かってないんですよ。じゃあ、横山さんはどうなんです？生徒たちは混乱するに決まってる。私は反対です。別に分かってもらいたいわけじゃないんです。ただ言っておきたいなと思って。どういうこと？先生方や生徒たちの中にはいろいろな考えを持った人たちがいると思うんです。だから分かって認めてほしいということではないんです。それにはきっと時間がかかることだと思うので。ただ僕はそういう人間なんだと、そういう人間がいるんだということを知ってほしいんです。私は賛成です。藤原君、いいと思うよ。応援する。池内先生は養護教諭という立場からおっしゃってると思うんですけど、私は反対です。そもそも学校でそういった問題に生徒たちが触れること自体が問題だと思います。我が校で使用している教科書には LGBT についての記述がありません。生産性のない生き方については教える必要がないということです。生徒たちを誤った方向へ導こうとするのはやめてください。そういうつもりじゃないんです。なんて言ったらいいのかな。大体おかしいでしょ。そういうことは初めから言うべきじゃないですか。そうですよ。やり方が卑怯だと思います。杉本先生、初めから伝えていればよかったんですか。初めから伝えていたとしても彼を実習生として受け入れたということでしょうか。それはまた別の問題です。家庭の質問に答える必要はないと思います。そういう理由で受け入れを断るのは問題があるんじゃないですか、副校長先生。それはその通りです。だったらいいんじゃないですか。ですが、そのことを生徒たちに伝えることが認められるかどうかは別です。私は認められません。生徒たちに悪い影響があったら学校としての責任が問われます。悪い影響って何ですか。生徒たちにとって良くないことに決まってじゃないですか。正しい知識がないまま、いじめられたりからかわれたりする生徒たちが出てくるかもしれない。そうだ。それはいじめられたりからかわれたりする側ではなくて、いじめたりからかったりする側に問題があると思うんです。もし藤原さんがカミングアウトして何か問題が起きたとしても、それは藤原さんのせいではなくて問題を起こした生徒や私たちのせいだっていうことになるんじゃないですか。そんなのおかしいです。僕は正論だと思うな。水谷さん、またいい加減な。いい加減じゃないですよ。いい加減だろうが。じゃあってどうしましょう。多数決をしませんか。そんな乱暴な。どこが乱暴な。どこが乱暴な。どこが乱暴な。必要です。一応、やるだけやってみましょう。それじゃあ、藤原先生が生徒たちにカミングアウトするのに賛成の方。反対の方。浅野先生は危険ですか。藤原さんがそうしたいと思う方に賛成しようと思います。どうします。やめておきます。ご迷惑をおかけしました。いいの本当に。はい、そのために来たわけじゃないですし、来週からよろしくお願いします。まあ本人が納得したならいいんじゃないですか。じゃあ皆さん、そういうことでいいですね。では、このことについてはそういうことにいたします。では、これで多数決なんて絶対おかしい。決めたのは僕なんで。がっかりしたでしょう。教育実習に来る前から教師になんかなりたくないと思ってるんじゃない。そんなことないですよ。いろいろ話したいけど、またね。保健室で休んでる子がいて、野球部の男子に熱中症っぽいのよ。早く手を挙げてください。池内先生とは現役の頃にいろいろ
大部屋で、布団敷いたら枕投げから始まって、それから特芸みたいな感じになって、布団蒸しっていうか、なんだかエロくて、いや僕はネタ見してたんですけど、それが2晩続いたら熱が出て、その後はどこにも行かないで保健室代わりの部屋のベッドで寝てたんです。その時、繊細なんだね。今思えば一緒になって暴れてもよかったのにって思うんですけど、その時に聞いたんです。こういうことを相談する生徒は他にもいますか。池内さん、なんで。もしいたとしても私からは教えられないって。それはそうだ。でもそういうふうに悩んでる生徒は他にもいると思うよって、一人きりだって思わなくていいんだって、そう言われてすごく楽になったんです。ね、大学のサークルってどんなことしてるの。できたばっかりで、この間のパレードみんなで歩いたくらいです。ああ、連休にやってたやつ、渋谷で見かけた。ありがとうございました。え、反対しないでくれて嬉しかったです。賛成すれば違ったかもしれないのに。いいんです。ありがとうございました。どうかした。いや、なんかちょっと目にゴミが。大丈夫。はい、大丈夫です。どれどれ、ちょっと見せて。あ、いや、いいからいいから。失礼しまーす。お、どうしたっつうのか。水谷先生は部室の鍵いるんで。水谷先生なら職員室だろ。もうさっき言ったらここだって聞いたんで。失礼します。水谷先生、水泳部の顧問なんで。僕も去年まで。今のは角田って言って2年の副部長。浅野先生、水泳やってたんですか。昔ね、学生の頃県大会まで行ったことある。今はブラスバンド部の顧問ですよね。松木先生は退任されたんですか。いや、体壊して退職。肝臓だって。今度、顔出してやってよ。はい。じゃあ、今日は。ああ、そうだ。来週でいいんだけど、授業の指導案、用意しておいて。題材も何にするか、相談取るから。あの、それなんですけど、夏目漱石をやらせてもらえませんか。漱石の何。心を取り上げたいと思います。心か。まずいんですか。あ、いや、いいよ。ちょっと難しいけど、頑張って。指導はまとめておいてもらえるかな。はい、ではお先に失礼します。翌週の月曜、朝の全校集会です。今日から2週間教育実習生として我が校にいらした藤原先生を紹介します。平成27年度の卒業生でもあります。ご挨拶をいただきたいと思います。藤原先生、どうぞ。はい。簡単にご紹介。簡単に。おはようございます。藤原大地です。教科は国語を担当します。専攻は近代文学なので、夏目漱石についての授業ができたと思っています。受験科目としてではない、文学の物語の面白さを伝えられるよう、これから2週間頑張っていきたいと思います。僕は、僕は、僕はブラスバンド部に所属していました。クラブの方のお手伝いもできたらと思っています。よろしくお願いします。藤原先生、ありがとうございました。それでは今日の朝礼はここまで。気をつけ。え、では解散。大丈夫。すごい汗。はい、緊張するからね。いい挨拶でしたよ。では浅野先生、よろしくお願いしますね。はい。じゃあ授業に行きますか。最初は2年3組。はい。しばらくは僕の授業を見てもらうだけだけど、自己紹介はしてもらうんで。今言ったからいいんじゃないですか。まあ簡単でいいから。
ません。残念ですが。そうなんだ。はい。初対面で何聞いてるんだ。いいですか。こういった自己紹介のやり取りの中で、パートナーがいるかどうか聞くことはハラスメントになります。いいじゃん別にそんぐらい。普通聞くよな。どうしても知りたいときはどうすればいいですか。相手が自分から話せるような関係を作っていきます。では、授業を始めます。さて、こうして教育実習の2週間が始まりました。大丈夫？はい、全然想定内。ならよかった。ああ、藤原先生、明日の朝なんだけど、始業の前に校門のところで生徒たちに声掛けをお願いできますか。挨拶程度でいいんで。去年も言ったと思うんですけど、そこまでしてもらわなくてもいいんじゃないですか。教育実習ですよ。教育の一環としての生活指導です。ぜひ体験してもらわないと。わかりました。何時に来れば。部活で早く来る生徒もいるんで、7時30分くらいからお願いできますか。それは早いでしょう。私は毎日来てますよ。浅野先生と8時から打ち合わせの予定が入っているんですけど。それは前日でいいんじゃないですか。帰りに残ってもらって。その日の記録をうちでまとめて、それをもとに打ち合わせするんですよね。学校で全部やればいいじゃないですか。先生方みんなそうしてますよ。ねえ、浅野先生。よろしくお願いしますね。学校がブラック企業だってことがわかるでしょ。教師って大変なんですね。どうぞ。諦める気になった？いや、全然。びっくりはしてますけど、失望はしてないんで。前向きだ。はい。ま、単位がかかってるからね。それに、なるべくいい印象を与えたいと思ってるんです。え？いや、ほら、知ってるわけじゃないですか、僕がゲイだって。だったら余計にちゃんとしないといけないんじゃないかなって。いやいや、別に大丈夫とかそういうわけじゃないんですけど、ちゃんとしたいんで頑張ります。それじゃあお先です。ああ、お疲れ。場面は変わって居酒屋。仕事の帰りに時々立ち寄る店です。勤務校の最寄り駅じゃなくて隣の駅から少し歩いたんだ。まあいろいろ噂になると面倒なんで、そんなに気を使うことないだろうって。いや、いろいろ言ってくる親がいるんですよ。池内先生も一緒です。すいません、遅くなって。野崎先生に捕まっちゃって。ああ、お疲れ。先に始めてた。何する？あ、ビールで。ビールください。あ、どうも。こちらですか。うん、僕に紹介したい。そう、うちの1年の保護者で私の古い知り合いなの。1年2組の中野優太の母親です。どうもお世話になってます。ああ、中野くん。どうも、浅野です。こちらこそ。私から伝えてもよかったんだけど、直接聞いてもらった方がいいかと思って。ああ、何ですか？学校には伝えてないんですけど、実は私、レズビアンなんです。シングルマザーってことにしてるんですけど、相方と相方のことを一緒に暮らしていて、区の同性パートナーシップ先生もしていて。あ、そうなんですか。それがどうかしましたか？この頃、同性パートナーシップについての報道が増えて、ネットニュースの取材を受けたんですけど、もちろん匿名で。それがどうやら学校で広まってるらしくって。そんなことに。みんな面白がるからね。中野くんは別に気にしてないんだけど、行っちゃってもいいものかどうかって保健室に相談に来て。行っちゃってもいいものかどうかって、別に本人がいいならいいんじゃないですか。いや、いろいろ大変だと思いますけど。そうじゃなくて、学校として。浅野先生はどう思われますか？さっきから気になってるんですけど、なんで僕なんですか？担任でもないのに。だって浅野先生、ゲイですよね。当事者として一緒になって考えてくれるんじゃないかって。ちょっと待ってください。なんでそれを、ね、池内先生。私は言ってません。じゃあなんで？覚えてません？ずっと前にお会いしたこと、10年くらい前のプライドパレードで、代々木公園で大勢人がいる中、一緒に写真撮ったじゃないですか。私と相方と優太と、先生と先生のパートナーの方と。こないだ公開授業で学校に行った時、あれ、この人知ってるなと思って。写真あるんです。もう見たら間違いないって。これです。はあ、中野くんが変わらないね、前が。私この時から15キロ太ってるんで別人ですけど。パートナーの方お元気ですか？ああ、亡くなりました。なんかごめんなさい。いつ？その翌年、がんで、膵臓。ああ、それは。
ろいろ相談に乗ってもらってるんです。そんなお互い様。どう思います？ゆうたのこと、私たちのこと。僕が池内さんにカミングアウトしたのは、池内さんがシングルマザーだって聞いたからです。いろいろ辛い経験聞いてるうちに、僕もなんだか自分のことを話しておきたくなったんで。教師だから、ゲイだからとか、そういうつもりは全然ないんで。分かってる。学校じゃ誰も知らないし、それで全然いいと思う。中野くんのことも一応聞いておきたかっただけ。じゃあ、一応お答えしますけど、好きにしてもらっていいと思います。いいんですか？中野くんがそうしたいなら、そうすればいい。いや、もちろん何かあったら支えますよ。でも、だからといって、僕も当事者だから、そうだからっていう理由はないじゃないですか。それはそうだけど。もしかして、中野くん知ってるんですか、僕のこと。ええ、一応。うわぁ大丈夫。中野くんは見えて大人だから。教育実習で来た藤原くんのこともあるし、私も一度ちゃんと話しといた方がいいと思ったの。話すことなんてないですよ。僕は自分のことをオープンにしてないだけです。自分を守るために人がカミングアウトするのをやめさせようとは思わない。それだけですよ。どうもそういうことだったんですか。藤原くんも知ってたんですね、僕のこと。僕のこと？僕がゲイだってこと。おお、そうなんだ。もっと早く行ってくれればいいのに。え？ちゃんと話せればいいと思って呼んだんだけど。失礼します。あの、写真差し上げます。まあ、そういうわけです。あ、別に嘘をついていたわけじゃない。ただ、言わなかっただけです。ここまでの僕の態度、はっきりしないなって思ってたんじゃないですか。確かにそうです。でも、だからといって別にわざわざ言うことじゃないじゃないですか。そうです、こうして皆さんに話してるからといってそれが全部真実ではない。言いたくないことだってあるんです。いけませんか。すいません。先生。ああ、何？すみません、池内先生に呼ばれてたの黙ってて。いいよ、こっちこそすまなかった。あの、僕誰にも言いませんから。写真見せてもらってもいいですか？いい写真ですね。かっこいいな。あ、先生も。いいよ、ブスッとしてるだろ。パレードのボランティアスタッフやってるから、お前ここ行って無理やり連れてかれて、みんな盛り上がって手つないだり抱き合ったりしてるのに僕だけ一人でしょ。なんだか照れくさくてさ。名前なんて言うんですか？そいつ春日、春日亮次。春日さん、どのくらい付き合ってたんですか？6年。いや、7年かな。代理店に勤めててさ、カミングアウトしたんだよ。やめとけって言ったのに。案の定しなくてもいい苦労してさ、むちゃくちゃ酒飲んで、むちゃくちゃ残業して、体壊して死んじゃったんだよ。だからさ、さっき言ってたけど、ゲイだからって、頑張ることないから。はい。今は一人なんですか？ああ、親も二人とも死んじゃったし、一人だよ。中野さん、さっき聞いたんですけど、なんか霊感あるらしくて、死んじゃった人の姿とか見えるらしいんですよ。キャラ濃すぎだな、本当に？はい、今度詳しく聞く約束したんで。あんまり深入りしないようにね、教育実習中なんだから。はい。じゃあ、また明日。僕も7時半に行ってるから。はい、また明日。何見てんの？別に。そうか、亡くなってたのか、やっぱり。
週目、公開授業の日がやってきました。生徒たちに実際に授業をする。他の先生たちも見に来ます。見学というか、評価のために。内容は、夏目漱石の心。まあ名作なんで、いくつかのポイントを押さえておけば、まあ大丈夫。打ち合わせをしっかりして、指導を練り上げて、本番に臨みました。先生と呼ばれる人がいます。この人には不思議な魅力があって、この物語の語り手である私は先生と鎌倉の海で出会い、その後先生の家を訪ねて行っていろいろな話をします。就職の相談をしたり。先生には奥さんがいるんですが、この夫婦関係は不思議です。子供もいません。冷え切っているようにも見えます。私は先生や奥さんと話すうちに先生の過去を知っていきます。この奥さんというのは、学生時代先生が下宿していた先のお嬢さんだった人です。その下宿に先生は幼なじみの K という友達を連れてきて一緒に住むようになるんですが、先生は彼を裏切ってしまう。先生はお嬢さんを恋するようになるんですが、 K もお嬢さんを好きになってしまう。ある日先生はK がお嬢さんのことを好きだと先生に告白したすぐ後にお嬢さんに結婚を申し込む。ショックを受けた K は自殺。先生はそのことがずっとトラウマになっていて、ようやく手に入れた奥さんとの関係もうまくいかない。それから十数年が経って明治が終わると乃木大将が殉死をする。先生も死のうと決意して長い長い遺書を実家に帰っていた私に送る。それが今回取り上げる心の第3部、先生の遺書の部分です。高校の国語で扱う漱石の心は主にこの第3部。 K はなぜ自殺したのか、先生が K に対して抱いていた感情はなど、過去の問題でも取り上げられているポイントを分かりやすく丁寧に、そして生徒たちに考えさせながら授業を進めていきました。僕が言うのもなんですが、いい授業です。緊張して早口になったのか少し早く終わってしまいました。一応授業はここまでなんですが、少し時間があるので何か質問があれば。夏目漱石の心についての感想でもいいですよ。はい、どうぞ。先生は K のことを愛していたんですか？だって先生が自殺するのは K が自殺したからですよね。愛していたからだと思うんですけど、違いますか？どう思いますか？質問に質問で答えるのは良くないと思います。ごめん。藤原先生の考えを知りたいです。それは愛していたと思いますよ、かけがえのない友人として。じゃあ私も先生のことを愛していたんですか？え？だってストーカーみたいに付きまとうじゃないですか。出会いが鎌倉の海っていうのも怪しいと思います。確かにそうだね。あと先生に言われるじゃないですか、異性と抱き合う順序としてまず同性の私のところへ動いてきたのでしょうって。え、マジ？ほぼ？やめてそういう言い方。それも友情なんですか？漱石の心というのはいろいろな研究がされています。友情と裏切りと後悔の物語とするものもありますし、また明治の男たちの間では今よりももっと普通に友情よりは愛情に近い感情があったとも考えられています。やった！内藤さんの考えは今のボーイズラブの延長のように聞こえるかもしれませんが、一つの説として立証されているんです。友人から聞いたんですが、アメリカの書店では夏目漱石の心は芸文学のコーナーに置かれることもあるそうですよ。へえ。はい、じゃあ授業終わります。起立。礼。大丈夫でした？最後の質問の答えは余計でしたね。いや、良かったんじゃないですか。なんとなくごまかすポイントをすっきり言葉にしてくれたと思いますよ。一つの見方として理解が深まると思います。そうですかね。お前本当に好きだな、BL。 今度ドラマ CD 貸してあげる、心の BL 版。うん、サンキュー。お前さん
野球部の男子、熱中症どうしました？出てってしまって、大会前だから休めないって。今度は暑さ、高校野球が夏にあるって間違ってると思いますよ。春と秋にしましょうよ。そうね、甲子園は夏です。この暑さに耐えてこそ高校球児でしょう。でも応援のブラスバンドの子も倒れたりしてるんですよ。かわいそうに。高校野球の応援、ブラスバンド部の春舞台じゃないですか。今日も外でトレーニングしてますよ。あ、藤原くんだ。仕切ってる仕切ってる。本当に藤原くん、現役時代は引っ込み思案で屋上で一人で練習してると悪魔が来たりで笛を吹くなんてからかわれてたんですよ。大学に行って変わったのね。カミングアウトしたのも大きかったんでしょうね。どまり、無事に終わって何よりでした。心の授業はどうかと思いました。いや、よかったんじゃないんですか。先生方からの評価も高いですよ。自分がそうだってことは言わない約束だったのに、なんだかんだと余計なこと。生徒たちからの評判もいいじゃないですか。保健室によく来る子が心の文庫本を持って読んでますよ。ブラスバンド目に女子が大勢入部したそうじゃないですか。まったく何が何やら。このまま来週から期末支援かと思うと心配です。私はまた悪い影響ですか。ええ、でも生徒たちは知らないんですよね。伝わるんじゃないですか、そういうのは。教育実習は今日までですが、藤原先生には来週月曜の全校集会に来てもらえるようにお願いしました。無事に済んでほしいですね。それでは。さて、月曜日、藤原君は2週間の教育実習を終え、我が校を去ることになりました。先週の金曜の放課後、ブラスバンド部だけでなく多くの女子生徒が藤原君との別れを惜しんだそうです。わざわざ来てもらってごめんなさいね。いえ、またみんなに会えて嬉しいです。お伝えしたと思いますが、生徒との個人的な連絡はご遠慮ください。分かってます。はい、静かに。それでは全校集会を始めます。気をつけ。え、今日は校長先生のお話の前に、先週末まで教育実習に来ていただいた藤原先生がご挨拶に見えました。藤原先生からお言葉をいただきたいと思います。藤原先生。はい。2週間の教育実習、本当にお世話になりました。夢のようであっという間でした。国語の授業、またブラスバンド部のお手伝いと楽しい時間を過ごさせてもらいました。僕はどうも。僕はこの2週間どうも。無視してください。聞き流して。藤原先生、続けてください。今のは誰ですか。浅野先生。誰ですか。失礼だろう。君たちは恥ずかしくないのか。今声を上げた者は名乗り出なさい。先生。誰ですか。先生、大丈夫。僕のことをホモと呼んだ人に伝えたいことがあります。僕はホモじゃない。そう反論するつもりはありません。それはなぜかをお話ししたいと思います。映画俳優のマット・デイモンは親友のベン・アフレックとの関係を長い間噂されていますが、ホモセクシャルなのではという質問に対し、彼はそうだと、違うとも答えていません。それはなぜかと尋ねられた彼は答えました。僕がこの手の噂を否定しないのは、もし否定すればホモセクシャルだとされた人たちに対して失礼だと思ったからです。だから
僕も否定しません。ですがホモというのは差別的な言い方です。長い間侮辱や軽蔑の言葉として使われてきました。僕たちはゲイという言葉を選びました。侮辱し軽蔑する側が選んだ言葉ではなく、僕たちが自分たちのことを誇りを持って呼ぶことができるよう僕たちが選んだ言葉なんです。そう、僕たちが本当は最初の初めましての挨拶でするつもりでした。ですが言わないでおこうと思い、言わなくていいんだと決めました。この2週間懐かしい母校で充実した時間を過ごさせてもらううちに、ありがとうという言葉を伝えたいと思ったときに引っかかっていたのはこのことでした。嘘はついてない、ただ言わないだけって。そんな言い訳はやめて、シンプルにさらっと簡単に伝えたいと思います。僕はゲイです。大学の LGBT のサークルで活動もしています。もしかしたら皆さんの中に僕と同じような気持ちの人がいるかもしれません。僕が高校生だった時に当たり前のように僕はゲイなんだよって言ってくれる人がいたらいいのになと思っていました。なので僕はそういう人間になりたくて教員になろうと決めました。はじめましての挨拶が最後になってしまいましたが、話すことができてよかったです。どうもありがとう。また会いましょう。はい、藤原先生からの挨拶でした。では校長。藤原先生の立派な挨拶でした。この上私から話すことはありません。今の藤原先生の言葉しっかり受け止めてもらえたらと心から願っています。それができる皆さんだと信じています。こうして藤原君はカミングアウトをして我が子を去っていきました。晴れ晴れとした笑顔で。僕は死んだ春日の笑顔を思い出していました。藤原君の人気は相変わらずです。彼がゲイだということが分かってさらに盛り上がりました。僕にとってはやや面倒な方向に。浅野先生と藤原先生のカップリングだったら攻めと受けはどっちの方がより燃える？攻め受け、いや受け攻め、どっちもありか。別に燃えないよ。二人ともそれぞれの尊みがあるわけだし、無理一緒にしなくていいじゃん。だってありがたみしかなくない？こないだの集会、藤原先生を見守る浅野先生、尊みしかない。藤原でも深すぎ。勝手に燃えてる。どうしたんだよ。になってるらしいよ。根も葉もない噂です。あれから一度も会ってないんだから。妄想の力がすごいね。授業をサボってる漫画研究会の子がイラスト描いたっていうから見せてもらったら、あなたたちが濃厚に絡み合ってる。結構です、もう見てるんだよ。で、浅野さんとしてはどうなの藤原君は。池内さんが何言ってんですか。ないです、全然ないです。いくつ違うと思ってるんですか。そこが燃え要素なんだとか言ってたんだけど。電話に帰ってきてください。そうか、残念。浅野先生、ちょっと校長室まで来てもらえますか。何でしょう。法
関係あるんですか？とにかく来てください。はい。ああ、野崎先生帰ってきた。本人を連れてきました。あ、中野さん。お知り合いですか？ええ、まあ1年2組の中野裕太君のお母さん。母です。どうも。今日はどういった？野崎さん、勘違い、別の話。じゃあもう一度お話ししますね。私、シングルマザーだってお伝えしてたんですけど、ちょっと違うんで。ご結婚された？まあそんなところ。世田谷区の同性パートナーシップ先生をしているんです。ああ、世田谷区の同性パートナーシップ先生をしているんです。ああ、同性の女性のパートナーと一緒に暮らしています。ゆうたには父親がいない代わりに母親が2人いるんです。それって…はい、レズビアンマザーです。ネットのニュースになったりしたんで、噂が妙に広がる前にお知らせをしておいた方がいいかと思ったので。まだですか？何か？いいえ、何も。野崎先生、今お話を伺って学校としてきちんと対応するお答えしたところです。中野裕太君、野球部ですね。そんな事情があったとは知りませんでした。頑張ってるんですね。いや、わかりました。佐野先生、お呼び立てしてすみませんでした。いえ、そういうことなら。野崎先生、早とちりなんだから。すみません。何を早とちり？教育実習に来ていた学生と浅野先生の件で苦情言いに見えたのではないかと思いまして。そんなこと言うわけないじゃないですか。もう言うたから聞きました。全校集会でホモってヤジが聞こえた時に浅野先生がきちっと反論したって。僕は別に何も。もう嬉しかったです。自分のことのように生徒たちにきちんとカミングアウトしたなんて決心したんだなと思って。春日さんも喜んでると思う。いや、僕はすごいかっこよかったって言うたも言ってました。カミングアウトしたのは藤原先生ですよ。ええ、それから浅野先生も。え？もう聞きましたけど。やだ、私が勘違い。失礼ですけど、あの、浅野先生。先生も、その…はい、そうです。お伝えしてませんでしたが。ごめんなさい、本当に。いいんですよ。いい機会だったんです。先生方には知っておいてもらえたらと思います。わかりました。まあ、知れ渡ってるようなもんですけどね。野崎先生、失礼しました。もう中野さんたら本当にそそっかしいんだから、私からもごめんなさい。いいですよ。ずいぶん謝られましたし、それにあの場だけの話ってことにもなったんで。ね、今度はみんなで食事しない？中野さんたちと、あと藤原くんも呼んで、大勢で企画してください。期末試験が始まりました。校長、副校長にカミングアウトしたわけですが、僕の周りは何も変わりません。何も変わらない。いや、知ってる人間が増えたことでちょっと気が楽になったかもしれません。1年2組の中野裕太君もお母さんたちのことをみんなに話したそうですが、それが問題になることはありませんでした。高校生はもう十分大人だし、それほど暇じゃないってことなのかもしれません。この時期教師も大忙しです。試験の採点、ブラスバンドの予選、慌ただしく毎日が過ぎていきました。あ、そうだ、ちょっと。何すか？来週の補習の予定決まったから、来週の土曜日10時から。ダメっすよ、俺試合なんで。お前選手じゃないだろ。いや、副部長だし。無理っすよ。水泳部の決まりだ、授業が優先だろ。授業って補習じゃないっすか。赤点取ったお前が悪い。水谷先生も了解済みだから。あ、水谷先生。おお、角だ。補習いけでも試合なら大丈夫だからしっかりやる。来週の土曜だよ、たぶん。ちくしょう。おい、少子、お前ちょっとこっち来いよ。
ないよ。失恋ってやつ。失恋って誰に。藤原、教育実習で来てた。あいつさ、浅野といい感じらしいじゃん。マジ。マジマジ。浅野ってさ、もう絶対そうじゃん。この間の全校集会でもガチ切りしてたし、俺、見ちゃったんだよね。何を。あいつらが会議室で抱き合ってるとか。いや、俺が入ってたら慌てて離れてたけど、結構激しく。やばくね。学校だぜ。てかよ、年の差考えろっての。へえー、そうなんだ。でさ、ちょっと相談があんだけど。協力するね。何。俺は浅野のせいで試合出らんなくなって仕返ししてやりてんだよ。それは自分が赤点取ったからだろう。うっせえな。俺知ってんだぜ。お前さ、音楽室から泣きながら出てきたことあんだろ。え、何それ。4月くらい後から浅野が出てきた。おい、何があったんだよ。何もないよ。それさ、校長とかに言わなくてもいいわけ。なんで。部活の話してただけだって。俺言っとくから。俺が見たこと、何があったのか知りませんけどって。やめてよ。あいつがどうなるか楽しみだな。やめろって。おい、俺にそんな口聞いていいわけ。だったら俺言っちゃうよ。だからなんだよ。お前がホモだってこと。違うよ。何言ってんだよ。俺忘れてねえからな。中学の時お前が俺に泊まりに来てこっそり酒飲んで、お前が何したか。やめて。だからさ、協力してくれっつってんじゃん。何でしょうか。生徒から浅野先生についての相談がありました。はい、何でしょう。この4月放課後、2年3組の庄司匠と音楽室で話しましたか。4月。ああ、部活のことで話をしたと思います。どんなこと。え、どんなことを話しましたか。部活のことをいろいろと。他には。いつも話すようなことです。練習の前に少し話したんだと思います。練習のない日だったと聞いています。ああ、そうだったかもしれません。どっちなんですか。どうしたんですか。庄司匠は言葉を濁していましたが、ハラスメント行為があったのではありませんか。あ、ハラスメントって何ですか。性的なことです。セクシャルハラスメント。そんなことしてないです。するわけないじゃないですか。庄司匠は泣きながら音楽室から出てきた。それを目撃している生徒がいます。ちょっと待ってください。誰です。それはお伝えするわけにはいきません。何があったのか教えていただけます。私には覚えがありません。もしかしたら部活のことで何か厳しいことを言ったのかもしれませんが、4月のことでしょう。よく覚えていません。このところ学校内で性的なことについての話題が多くなっています。その流れでやはり言っておこうと思ったと庄司匠は言っています。浅野先生、先生のことを信じていないわけではないんです。ですから本当のことを話してください。庄司は何て言ってるんですか。言葉にするには辛いことがあったと。それがセクシャルハラスメントだと。そう尋ねたら彼はうなずいていました。そんなバカな。そんなバカなと何ですか。これは重大な問題です。何があったんですか。何もありません。それしか僕には言えません。ではこの問題については庄司君からも改めて事情を聞いてみることにします。先生も何か思い当たることがあったらお知らせください。わかりました。このことについてはここだけの話。いいですね。誰にも言ってないはずなのに、この事件は誰もが知るところとなってしまいました。同時に僕のことも、僕
はゲイで、藤原君と教室で抱き合い、音楽室で個人面談中の庄司にハラスメント行為をしていたと。水泳部の顧問を辞めたのも何か理由があるに違いない。庄司君、私に相談に来てないのは何でだろう。信用ないのかな。でも4月に会ったことが今更ってのも不思議ですよね。浅野さん、本当に覚えてないの？覚えてます。なんだ、じゃあ言えばいいのに。どうして黙ってるんです？それは守秘義務ってこと。何ですか？庄司君から相談を受けたってこと。何か重大な。まあ何の相談ですか？あ、ごめんなさい。私たち養護教諭やカウンセラーには相談された内容を公表しない義務がある。でも例外もある。それは相談の内容が相談した生徒の実証や他証につながるとき。分かってます。でも僕がそれを話してしまったら、それがきっかけで何が起こるか分からない危険性もあるわけで。どういうことですか？一橋大学のアウティング事件。友人に自分はゲイだと告白して好きだ、付き合ってほしいとメッセージを送った男子学生が自殺した事件。告白された男子学生が彼がゲイだということを LINE で公表したことが原因で。待って、じゃあ庄司君の相談の内容って。僕がゲイだってこともいつの間にか学校中に知れ渡ってる。カミングアウトもしてないの。そんな状況で個人情報が守られるわけがない。でもこのままじゃ浅野さんがひどいことをしたっていうことだけが広まるじゃないですか。もしかしたら処分の対象になるかもしれない。でも何があったのか話してください。力になれるかもしれません。それじゃあ。おう、どうした？正直先生、先生は結婚しないんですか？しないな。なんでですか？一人が気楽だし。それにな、この年になると出会いなんてそうそうないんだよって。お前そんなこと聞いてどうすんだか。僕先生のことゲイなんじゃないかと思ってました。ゲイ？違います。さあどっちだろうな。僕ゲイなんです。ずっとそうなんじゃないかと思ってたんですけど、そうなんだって。そうなんだ。ありがとう、聞かせてくれて嬉しいよ。あの、それで僕は浅野先生のことが好きなんです。僕？はい。ちょっと待って。ダメですか？いや、ダメじゃないけど、僕は答えられないから。僕が未成年だから。それもそうだけど、なんていうかゲイじゃないから。そう、そういうことですよね。ありがとうございました。一定スッキリしました。それじゃあ明日からも部活よろしくお願いします。ああ、こっちこそ。じゃあ。それで泣いてたの？笑ってたんじゃなくて？それだけ深刻だったんだって気づいて、これは誰にも言えないなって。もし話してしまったら、それこそ一橋大みたいなことになりかねない。でも浅野先生はそれでいいんですか？もし教員の間だけってことで話したとしても、いつの間にか広まって彼がどう傷つくかわからない。どうしたらいいんだろう。ただの噂だったら収まるの待てばいいんでしょうけど、ハラスメントってことで問題になったらそう簡単には収まらない。庄司君と話す？いや、わざわざ校長に
だってカミングアウトするんでしょ。きっと採用されない。そうかな。表向きそれは理由にしないけど、きっとそうなる。そんな学校ばっかりじゃないと思うんですよね。いつかなれると思うんですよ。今がそうでもいつかきっと。楽観的だ。ええ、初めからカミングアウトすることが必ずしもいいってわけじゃないじゃないか。最初黙ってて就職してから初めて言う。そうだよ、外国の俳句だってそうじゃないか。もうよぼよぼの年寄りになってから実はゲイですって、もっと早く言えよって思ってたけど気づいたんだ。言っても大丈夫なところまでのし上がったからこの人たちは言えるんだって。そういう人ばっかりじゃないんですよ、これからはきっと。でもそれまでは言いたいけど言えない人たちが苦労する。言っても大丈夫なところまで言ってない人たちが辛い思いをする。その上初めからカミングアウトしてる若い世代を助けるのはその人たちなんだよ。感謝してます。いいよ、お互い様なんだから。漱石の心の先生の気持ちが分かるようになったんだ。え？先生がなぜ死を選ぶ？なんでです？自分の中にある認めたくないことを軽々と受け入れる若い世代と出会ってショックを受ける。そして人生をやり直すことができないことに気づいた。先生、やり直せたらどうしたろう。いくら考えても悲しくなるだけなんだ。でもね、そう、チェーホフが書いてる。今の私たちの苦しみがきっと未来の人間の幸福につながると。そんなのはダメです。今が幸せでなくっちゃそんなのは絶対にダメです。そうだね。じゃあ死んじゃダメですよ。分かってる。おやすみ。おやすみなさい。死にはしないんですが、休職しようと思いました。夏休みの間部活を休んで2学期から復帰しようと。分かってます。逃げてるんです。でも逃げていい、休んでいい、そう自分に言い聞かせて石井校長のところへ向かいました。そういうわけで休職させていただこうと思って伺ったんですが、やっぱり辞めます。辞めるって何を？休職をです。いろいろありますが、ここで辞めるわけにいかない。決めました。校長、少子と話をさせてください。もう一度ちゃんと話がしたいんです。僕がゲイだってことはいつの間にか学校中に知れ渡ってますけど、そうじゃなくてちゃんと僕の口で伝えたい。その上でもう一度話を聞こう、そう言いたいです。佐野先生、庄司君なら先ほど話しに行ってくれましたよ。まだそこに。庄司君。すいませんでした。浅野先生との間に何があったか聞きました。なぜそんなことをしたのかも。ですが、そのことについてはまた改めて。どうして急に？藤原さんの大学のサークルに顔を出したんです。ブラスバンド部のみんなとマーチングバンドを作って来年のパレードに一緒に歩こうって話しました。え？それと、いろいろ誤解があったと思うんですけど、もう浅野先生のこと何とも思ってないんで忘れてください。今は藤原さん一筋なんで。じゃあ、失礼します。正直、なんだか大人っぽくなりましたね。
いい経験をしたんだと思いますよ。それならいいんですが。浅野先生、昨日1年2組の中野雄太の家に行ったんです。どんな風かと思いましてね。彼にも彼のお母さんにもぜひ来てほしいと言われていたんで、いや、驚きました。なんていうか家族でしたよ。もちろん父親はいないんですが、中野さんのパートナーだという女性とその娘さんと。娘さんは大学生で就活中だそうです。夕飯をごちそうになります。もちろん辞退したんですけどね。恥ずかしいんですが、久しぶりに食卓を囲むということをしましたよ。実は家内が家を出ていましてね。息子はたまに帰ってきても部屋にこもりっぱなしで、いや、いい時間でした。久しぶりに家族というものに触れた気がしましたよ。そして今まで偏見を持っていたことを反省しました。浅野先生、藤原さんのことも合わせて終わりをします。いや、そんな僕に言われても。それで浅野先生は同性婚のご予定はないんですか？ないです。それは残念だ。藤原さんとはどうなんですか？副校長まで何もないです。野崎さん。そして僕はブラスバンド部の顧問として夏休みの間もずっと学校に通うことになりました。藤原君は今度は OB として部活に顔を出しています。こんな話もあったようです。んだよ、つまんねえな。いいとこまで行ったのによ。おい、じゃあいいんだな、お前のことバラしても。バラすって何を？お前が俺にしたこと、お前がホモだってこと。言いたければ言えばいい。え？でもみんな驚かないと思うよ。僕、自分はゲイだってこれから普通に言っていくつもりだから。それに角田さ、あのこと話すと困るんじゃないの？なんで？だってホモと寝てたって気持ち悪がられるのは角田なんじゃない？そりゃお互い様だろうが。僕は何とも思ってないから。言ってもいいけど、本当かって聞かれたら、角田が寝てる僕に手を出していたって言うから。いいよね。じゃあね、部活あるから。おい、なんだよ。やっぱりスクールカウンセラーの資格取ることにした。うちの子もあの時期大学卒業だし、そしたらお給料安くなっても大丈夫。いくつかの学校を担当していろんなことあっていろんな話がしたいな。浅野さんや藤原君のこともこういう人がいるんだよって。池内先生、もちろん匿名で。そうしてください。デボラ・カーが出てる古い映画で、お茶と道場っていうのをこの間見たの。男子校の寄宿舎が舞台で、女みたいだっていじめられてる学生を社官の妻が慰める。彼女はこういうの。どんなに困ってる子がいても私はこうして一緒にお茶を飲んで道場することしかできないって。だからお茶と道場。道場っていうのはシンパシーだけど、やだなって思ったの。なんで共感じゃないんだろうって。それで私決めたの。私は同情するんじゃなくて共感するスクールカウンセラーになろうって。いいと思いますよ。応援して。あ、共感して。はい。7月の末、同性愛者には人権がないと発言した議員に抗議する集会がありました。抗議に共感した人たちが何千人も集まりました。同情じゃなくて共感。そして8月最初の土曜日、みんなで花火大会に行くことになりました。企画したのは中野さんです。ブラスバンドのメンバーと藤原君も来ています。
思い出して。はい。じゃあ、人が見るし、みんな花火見てます。いや、まだ始まってないし。